good, you guys? Welcome back to our channel. I'm Shoshana. Vince. And we are on the third episode of AOT. A dim light in the darkness of despair, humanity rises again. Oi, kisama! Ha! Kisama wa nanimono da? Shigan Shinak shushin, Armin Arrelto desu! Armin! Baka mi tei na namae dara, oya ga tsukete no ka? Sofu ga tsukete kuremashita! I like the name Armin. Kisama wa nanishiri koko ni kita? Jinrei no shouri no yaku ni tatsu tame desu! Kisama wa kyojin no esa ni natte morou! Damn! Shouke! やってるな。お前も訓練兵の時は初っ端からあれだったろ。懐かしいです。貴様は豚小屋出身、家畜以下だ。は、自分は家畜以下であります。あの恫喝には何の意味が。通過儀礼だ。それまでの自分を否定して、まっさらな状態から兵士に適した人材を育て。Oh, wow. そのために必要な過程だ。何も言われていない子がいるようですが。すでに通過儀礼を終えた者には必要ない。おそらく2年前の地獄を見てきた者たちだ。Yeah. Oh, wow. So 2 years ago. Oi, kisama. Nani wo yatteiru? Kisama! Nani mono nan desu, kisama wa? Gouryu Dōzen Minamiku, Daipan Gura shusshin, Sasha Blas desu. Kisama ga migi te ni motte iru mono wa nan da? Fukashita imo desu.調理場にちょうど頃合いのものがあったのでつい I could not resist 貴様盗んだのかなぜ今芋を食べ出した冷めてしまっては元も子もないので Oh my god るべきだと判断しました Fair いやなぜ貴様は芋を食べたそれは何故人は芋を食べるのか、Jesus. という話でしょうかEveryone's like whatどうぞ。半分。The crumbs on the face. Yeah. Oh no, she's. すごいな。5 hours of running. 飯抜きだと言われた瞬間の方が悲壮な顔したよな。だから見たことあるって。本当か？大きいんだ。Colossal Titan. That's what I think it's called. 何？俺は壁をまたいだと聞いたぞ。私も。どんな顔だったの？皮膚がほとんどなくて、right, it barely had skin. ウォールマリアを破った鎧の巨人は、そう呼ばれてるけど、俺の目には普通の巨人に見えたな。じゃあ普通の巨人は？おお。みんな、もう質問はよそ。思い出したくないこともあるだろう。いろいろ違うぞ。巨人なんてな、実際大したことね。立体起動装置を使いこなせるようになればあんなの敵じゃないやっと兵士として訓練できるんだ、wow. 俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐するおいおい正気かお前は確か憲兵団に入って楽したいんだっけ俺は正直者なんでね心底怯えながらも勇敢気取ってやがる奴よりはそりゃ俺のことかやめなよ、Uh-oh. おい Oh noああ、悪かったよ。これで手打ちにしよう。ああ、俺も悪かったよ。あ、サイク。Oh my god, Mikasa looks so much more mature. To be honest, they both do. They both do. なあ、あんた。見慣れない顔立ちだと思ったら、つい。He looked different than the rest of us. でも綺麗な。Oh my god. どうも。She really grew into herself. She's beautiful. 熱くなるとすぐ衝動的に行動する。またそれか。そんなことよりお前、髪長すぎやしねえか。立体起動の訓練で事故になるかもしれんぞ。わかった。切ろう。おい、お前、何人の服で？何拭ったんだお前？人との信頼だ。What was that? Dang! She been. Oh. しかないけど取っておいたの。いやでも。
先に水を飲まないと。神様ですか？あなたが！ちょっと神！おい、何やってんだお前ら。お前、いいことしようとしてるだろ。とにかく、こいつをベッドまで運ぶぞ。あなたも、いいことをするの？こいつに貸しを作って恩に着せるためだ。Did you see she literally turned into like power mode? Nah, I think they was just, that was like they funny animation for the it's like cartoon. Just being dramatic. Yeah. Oh, she cut it. Oh. Oh, potato girl getting it down too.何をやっているエレン・イエーガー状態を起こせ。I thought he'd be a natural. どうやって基本通りやればできるはず。腰巻きと足裏のベルトにゆっくり体重を乗せる。落ち着いてやればできるよ。僕にだってできたんだから。Hey. 今度こそできる気がする。Oh. あいつ確か。昨日巨人を皆殺しにしてやるとか言ってたやつだよな。明日には開拓中だわ。役立たずに暮らせる飯はねえからよ。エレン、気にしても仕方ないよ。兵士を目指すべきじゃないと言っている。お前な、俺はあの日あの光景を見ちまったんだぞ。でもその覚悟のほどは関係ない。兵士になれるかどうか判断するのはエレンじゃないから。私は何も。エレンだけ開拓地に戻れと言ってるんじゃない。心配しなくていい。その時は私も一緒に行くから。それもらってもいいってことですか。What was the potato girl's name, anyways? I don't know. We literally know her as Potato Girl. 姿勢制御のコツだって感じろとしか言えん。俺逆に教えてほしいね。あんな無様な姿さらしといて正気を保っていられる秘訣とか。お前ら人が頭下げて頼んでるのに。すまんが、ぶら下がるのにコツがいるとは思え。そうか、明日にかけるしかないね。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。そこは川沿いの栄えた町とは違って、すぐには連絡が来なかった。やけに家畜が騒がしくて耳慣れない地響きが次第に大きくなっていった。急いで窓を開けたら、あまりよく覚えていない。I was about to say, how do you make it out? Yeah, how's he alive? つまり僕が言いたかったことは、君たちは彼らとは違うだろうってことなんだけど。彼ら、巨人の恐怖を知らずに見る人たち、right. おい、僕も彼らと変わらない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ、うん、絶対に何としてもだ、うん、君は何で兵士に？殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人どもを皆殺しにしなきゃならねえって、そう思ったんだ。まあ今となっては兵士になれるかどうかってとこだけど。わあ。Where did they take them? お前ならやれるはずだ。エレン・イエーガーだったっけ？ああ、ありがとうよ。ライナー。ありがとう。だよな。Here we go. Let's go, Eren. That's right. Let's go, Eren. Let's go, Eren. That's facts. You got this. Balance!ワグナー、
イエーガーとベルトの交換をしろ。はい。Yeah. So you know what that means then? That means, I'm saying, if his belt was messed up, he's a dog. Yeah. He, like, that means he's really elite then. I don't know how much it means when your belt is broken so far, but. Guys, it's already so good and it's only the third episode. So it seems like, from what it seems, it's only a couple of people that are in that corpse that seem to have already seen him. Yeah. Which is interesting because that means that you know when it's time to fight. Who gonna freeze up and be like, I don't know if I signed up for this. And meanwhile, Aaron and them finna be going straight to the fight. They're more back. Determined. And yeah, they seen it. They already got an idea of what it could look be like. And plus, you already know Aaron got that revenge on his back. He already. But I can't wait.